こんにちは、ユアーズです。新型スイフト納車されました。せっかくの納車日にこの悪天候、撮影延期にするか悩みましたが、なんとか早く皆様にスイフトの情報を届けたい、その一心で天候の回復を祈ること1時間。雨止みました、よかった。スイフトは日本だけでなくヨーロッパなどでも人気のスズキを代表するコンパクトカーです。新型スイフトのコンセプトはエネルギッシュと軽やか。デザインもまさにコンセプト通りの印象で、颯爽と街を走り抜けていく、そんな軽やかさを感じます。ユアーズでは車のカスタムパーツの開発販売を行っています。開発者として納車されたスイフトのカスタムパーツもすでに販売していますよ。特集ページもあるのでぜひチェックしてみてください。スイフトをもっと便利にかっこよくするアイテムがラインナップされています。気になった方は詳細欄のリンクからご覧ください。今回の動画ではスイフトを紹介しながら、納車されたら押さえておきたいおすすめのカスタムパーツを紹介していきます。どれも外せないアイテムばかり、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは新商品の紹介や取り付け動画を中心に、カーライフがもっと楽しく便利になる情報をお届けします。この動画が役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録、ベルマーク通知設定もオンにしてお待ちください。それではフロントからチェックしていきましょう。約7年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型スイフト、ピアノブラック調に輝くフロントグリル、ヘッドライトのデザインなど、先代のデザインを踏襲しつつ、より先進的で迫力のあるフロントに進化しています。そして一番目を引くのがクラムシェルデザインのボンネット、ラインがとても特徴的になっています。ライトの光り方をチェックします。おすすめパーツはこれ、抵抗内蔵ウィンカーバルブ。スイフトの純正ウィンカーは LED じゃないのが残念なポイント。このアイテムなら抵抗内蔵で誰でも簡単に LED 化できます。ステルスバルブだからオレンジが見えずに、ランプ部分がクリアで統一されスタイリッシュに。サイドビューを見ていきましょう。全長 3860mm、全幅 1695mm、 全高 1500mm、 先代とほぼ同じサイズです。最小回転半径は 4.8m。 乗ってみると分かりますが、この小回りの効き具合感動的です。ボンネットからスーッとつながる特徴的なサイドのライン、ティアまでつながることで全体的に引き締まった印象になっています。リアドアハンドルの位置が戻ったことで使い勝手が向上しています。おすすめパーツはこれ、ドア傷防止ドアプロテクター。いつの間にか傷ついてしまうドアハンドル部分を傷から守るアイテム、装着したまま洗車も OK です。傷防止はもちろん、カラーもピラー部分のブラックとマッチして相性抜群です。リアをチェックしていきます。テールランプがクリアタイプに変更され、先代と比べよりスポーティーでクールな印象となっています。バンパーは樹脂素材を生かしたブラックで、リアビューが引き締まります。テールランプの光り方をチェックします。おすすめパーツはこれ、 LED バックランプ。純正はウィンカーと同様、バックランプも LED じゃないんです。バックランプを LED 化し明るくすることで安全性がぐっと向上します。内装を見ていきます。ブラックとグレーで仕上げられ落ち着いた印象です。十分な広さがあり、グレーのアクセントが非常に明るく軽やかに感じられます。スズキの小型車として初の電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド機能が搭載されています。9インチ HD ディスプレイを搭載しており、
エンジン始動時に全方位が確認でき、安全性が向上しています。メーターはスポーティーなデザイン、ナビ、エアコンパネルが8度運転席側に傾いており、ドライバーが操作しやすくなっています。後部座席も十分な広さがあり、大人が座っても余裕があります。おすすめパーツはこれ、カーペダルマット。ありそうでなかったフロアマットからこぼれ落ちる砂やゴミをしっかりキャッチ、これがあると足元の掃除が断然楽になります。実用新案登録済みで、ユアーズオリジナル商品です。ただいま開発中ですので、ぜひお気に入り登録して販売情報をチェックしてくださいね。ラゲッジスペースを見ていきます。荷室容量は265リッターで、横幅も広く深めのラゲッジになっています。荷室開口高は705ミリで、先代よりもわずかに低くなり、荷物を乗せやすくなっています。シートアレンジでラゲッジスペースを拡大することで、長い荷物も収納が可能です。おすすめパーツはこれ、 3D スポーツラゲッジマット。専用設計でぴったりフィット、縁の立ち上がりで汚れをブロックして、お手入れも簡単なマット。お客様に喜ばれている人気商品です。最後に現在全力で開発中のメッキパーツを5つ一気に紹介します。スタイリッシュなスイフトはワンランク上のドレスアップアイテム、メッキパーツと相性抜群ですよ。フォグカバーガーニッシュ、フロントの純正メッキ部分と相性が良く、統一感が出てまさにワンランク上のスタイリッシュさが手に入ります。サイドガーニッシュ、存在感抜群のメッキパーツで高級感と存在感をプラスします。バックドアガーニッシュ、ディアをドレスアップすることで高級感増し増しに。フェザーモールガーニッシュ、窓下にメッキのアクセントを追加することでサイドビューが引き締まり、さりげない大人ドレスアップに。ラゲッジガードガーニッシュ、スイフトはラゲッジに高さがあるので、荷物の積み下ろし時に荷物傷から守ってくれる心強いアイテム。いかがだったでしょうか。人と車の一体感を感じられる高い質感を目指した新型スイフト。気になったパーツがあれば、詳細欄に商品ページへのリンクがありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ショップページには今回紹介したパーツ以外にも魅力的なパーツをたくさん扱っていますので、車好きの方は要チェックですよ。 Yours ではスイフトのカスタムパーツを開発していきます。ご覧の各ショップで販売されますので、ぜひチェックしてくださいね。初期不良期間切れが心配な納車待ちのお客様に朗報です。納車までまだ時間があるけれど、早めに買っておきたい、セールでお得な時に買いたい、そんなお客様のために、 Yours では安心保証を準備しています。納車後に確認された不具合について、初期不良期間が過ぎていても保証させていただきます。これから商品紹介、取り付け方の動画もどんどんアップしていきます。グッドボタン、ベルマーク登録、チャンネル登録をお願いします。こんなカスタムパーツを作ってほしいなど、コメントもお待ちしております。